に安楽をかばう。楽天の三木谷博史オーナーが4日、春季キャンプの視察に訪れた沖縄県金町で取材に応じ、オフにチームで発覚したハラスメント問題について、プロ野球、野球界に古い慣習みたいなものがまだ残っていた。そういう悪いものは全部なくし、明けたコミュニケーションができるチームにすることが重要と述べた。コミュニケーションより教育、指導、処罰だわ。辰巳選手のインタビューが上がってたけど、だいぶふざけてたな。安楽も冗談でまかり通ってんじゃないの。そもそもオーナーがコミュニケーション取れないパワハラ体質。楽天にもまだ興味あったんだ。何かのついでに寄っただけだろ。今頃になってどの口が言うとんねん。三木谷は球団持った初年度に監督、他のスタッフに対してパワハラをずっとしてたこと分かってるんかね。球団のオーナーなのに他人事のようなコメントだな。人のことを言う前にまずは自問自答から始めような。パワハラ気質は選手だけのせい、企業文化じゃないの。三木谷自身のコミュ力が。ファンは誰一人として許しませんからね。なんじぇ今Qチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録コメントもよろしくお願いします。